月20日に発売になった新曲、カモメの海峡のカップリング曲として入っております。ぜひともこちらの方も応援よろしくお願いします。続いても6月の22日に発売です。スタートさんで虹の彼方に。新曲は千里さんが歌う明日への応援歌です。6月22日発売、千里さんで虹の彼方にでした。皆さんお元気ですか？川野夏実です。瀬口優希です。さて今日のお客様は千里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますなんか楽しそうですね。もう本当に皆さんこれいつも通りですよ。いつも通りです、はい、本当にいつも楽しい、ね、元気ですか？元気です。元気です。元気もらえます、ね、しーちゃんが一番元気ですけれどもね。そうですね、まあ、ね、夏どうでした？もう夏はですね、はい、本当にまあいろんなところをお邪魔させていただいたんですが、うんうんね、そうですね、一番の思い出は韓国に行きましたね。韓国旅行、はい、旅行、ね、お仕事で一泊二日の弾丸旅行に行ってまいりまして、しいけど、そうですね、思い切って久々の、はい、あの韓国に行ってまいりました。夏の韓国どうでした？暑い、暑い、まあ、そうなんですね。暑いし、うん、まあ、でも夜は日本よりは涼しいですね。うん、ですけれどもやっぱ暑い時は辛いものを食べて、あ、そうですね、食器払いしていいですね。そうですね、はい、まあ、一日でも気分転換するって随分ね、うん、こう仕事に対する思いも変わってきますからね。違いますね、近いですからね韓国。そうですよね、リフレッシュを、リフレッシュ、弾丸で、弾丸でリフレッシュしてまいりましたね。はい、はい、そんな元気な千里さんに、はい、新曲のお話聞きたいと思いますけれども、はいはい、すごい大人っぽい歌を、ね、そうなんですよ、はい、もう指が、爪が、肌が寂しがるというね、そう、タイトルが東京恋歌という曲をいただきまして、はい、今キャンペーンさせていただいてます。何月に発売になったんでしたこれは？5月に発売させていただきまして、それからいろんなところお邪魔させてもらってます。夏、そうですね、うん、夏を、あの、そうですね、夏が過ぎてしまって終わってしまった恋なんですよ、そこの歌自体はね。避暑地の夕暮れから始まるんですけど、はい、そうですね、ひと夏の恋といいますか、はい、もう恋が終わってしまって、はい、ちょうどこの今の季節ですね。そうですね、そう、その彼がいない寂しさを切々とこう歌う、そんな女心を歌った曲。指が、爪が、肌が、あと腰があると、そうなんですよ。そんな大人っぽい歌を歌っちゃったんだと、私は CD を聞いて、いつもの千里ちゃんから、そして今までの、まあ、爽やかな歌姫という感じの、はい、千里ちゃんからはちょっと想像できなかったんですけれども、いただいてどうですか今は？そうですね、曲想がこう割とあのドラマチックで、はい、まあ、思ったよりゴテゴテしくはないと言いますか、はい、あのドラマチックで爽やかな部分もちょっと感じ取っていただけるような部分があるんですけども、やっぱり歌詞はですね、はい、もう大人の世界をもうどっぷりと歌わせていただいてですね、はい、また少し私も大人になったかなと思っております本当に大人っぽいです。そうなんですよ、はい、女性らしさがより増してますし、そうですね、このちょっと喋り方とは想像がないぐらい本当にギャップがございますが、ドラマの主人公になりきって、はいはい、透明感ある歌声ですね、はい、ありがとうございます、はい、あの歌っていてきっと私はまあ CD を聴かせてもらって、はい、なんかすごく楽しく歌ってらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけど、この世界に入りやすい、そうですね、ドラマチックですからね、こうサビの部分を思い切り声を出せますので、うん、はい、もう指が、爪が、肌が、うん、そして2番は愛は愛は愛
今ってこうあるんですけども、はい、こう初めの部分のところにボーンとねぜひ声を乗せてですね、うん、あの思い切って歌っていただければ、うん、皆様の愛唱歌にしていただけるんじゃないかなと思っております、うん、本当にこれからの季節にぴったりの、はい、恋の歌ですから ね、うん、そうですね、ぜひ歌っていただきたいと思います、はい、そしてねあの暑いな夏バテかなと思ったらちさちゃんのキャラクターを思い出していただいたら吹っ飛ぶから元気になりますのでね、まあ、暑い時こそですね皆さんいろんなもの食べていただいて、はい、いろんなもの食べるそうです、いろんなもの辛いものが好きなんですか、辛いもの大好きですね、うん、辛いものから、はい、もうそうですね、うん、まあ、酸っぱいもの辛いものがやっぱ好きですね、刺激的な食べ物が割と好きです、なんかこう体にガツンとくる感じ、そうですね、最近はあのもずくにハマっててですね、健康的ですね、朝もずくをやってますね、朝もずくいいですよ、朝にもずくを食べる、そう、これよくコンビニとかでもちっちゃいの売ってるじゃないですか、うんうん、はい、あれを買っといてですね、起きてすぐに食べるとですね、なんか1日目がパキッとこう抑えていい感じです、シャキーンとしそうですけどね、あれにこう生姜のチューブのやつを少し入れて体もちょっと温まるし、ちょっと温まるし、なかなかこう風邪もひかない感じですね、あ、なるほど、はい、冬に向けてまた生姜はねずっと続けていきたいですよね、うん、はい、いい感じです、はい、そんな元気なちさとちゃんなんですが、まあ、はい、新曲のご紹介をしていただきたいと思います、はい、ちさとで東京恋歌お聴きください。Thank you.